皆さんこんにちは。今日は舞鶴の引き上げ記念館に来ております。舞鶴引き上げ記念館はですね、シベリア抑留からたくさんの日本人の、方が帰ってこられた港です。それで岸壁の母の舞台にもなったところです。知ってますか？母は来ました、今日も来たっていう歌ですけれども、これを聞くと割と盛り上がりますよ。はい、じゃあそしたら今日は口の体操をさせていただきますね。口の体操よくやるんですけど、これはしっかり口を開けて顔もつけることがポイントです。いきます。あ、いいわ、やっぱりいい。うーは尖らせません。うー、えーは驚いて、えおも驚いて、おーですね。いきます。これを逆からやります。お、え、う、い、あ、はい、ね。で、まあこれもいいんですけど、あとはパタカラの歌に合わせて歌を歌ったりします。ちょっと最初だけやりますね。パーパパパー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 、次はタタタタタタ、次はカカ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 カ、最後ララララララ。皆さんパタカラの応用はしておられると思うので割愛しますね。じゃ最後にですね、その時のトピックの言葉を上からと下からと呼びますね。では今日はこの岸壁の母の舞台になっている舞鶴港なので、岸壁の母を皆言いますね。いきます、せーの。岸壁の母、母、逆から言って、母の壁が、頭の体操にもなりますし、クスッという笑いも生まれますのでおすすめです。以上です。